じゃあ、第2回 B さん勉強会ということでオントロジーの概要と題しまして、B さんニュースターが発表します。今回の参考文献は、オウム社のオントロジーに関する以下の4冊になっています。であとネット上の、5番のこの資料が、結構労働概念とかが、分かりやすく書いてあったので、一応参考にしました。で今回オントロジーの概要ってことなので、全体的にさらっとした話でオントロジーとはっていうのにまずやって、で次言語的オントロジーについて、ちょっとさらっとやって、で推論と構築と学習について簡単に説明したいと思います。でオントロジーとはっていうのはもともと哲学用語で、存在論で、でちょっとコンピューター科学でもまた人工知能とかその知識工学の人によって若干意味合いが変わっていくんですけど、一般にその対象世界の概念やその概念間の関係っていうものを明示的に記述したもの、つまりは何が存在しているのかっていうものを明確にした上でモデルっていうものを構築する、モデルっていうのはいわゆる知識ベースですけども、そういったものを、構築することです。意味の共有、検索、分析、抽出、推論、変換、統合ということで、これらのを、検索とかは意味的なレベルで、いわゆる概念は使っているので、いわゆる、深いレベルで、検索とか、そういったことができるということです。で、その他 の、 その知識ベースとは一体何が違うのか、オントロジーの構築する目的っていうのは一体何のかっていうと、その知識の共有と再利用ってことで、そうですね、その人やシステムで情報を共有して連携して作業ということで、システム間がしっかり連携して、要はその知識ベースを別の用途に再利用できるかっていうのが、その今までのその知識ベース、例えばイミネットワークとか、あとミンスキーのフレーム理論とかだと、任意性が、ちょっと大きすぎて、いわゆる他のこの知識ベースだと利用、推論、エキスパートシステムとかだと利用できるけど他のエキスパートシステムでは利用できないとか、そういったことが問題とされてきたので、そういうのを、いわゆる、明確な指針、いわゆる何かしらの定義っていうものを、しっかりして、階層構造っていうものを、しっかり明確にして作らないといけないっていう、歴史的な背景があって、オントロジーっていうものが、現代でも盛んに、構築っていうものはされています。でオントロジーの種類なんですけども、大きく分けて以下の3つがあって、ドメインオントロジーっていうのが、まず特定の分野に異なるタスクでも使えるオントロジー、この特定の分野っていうのは例えば法律とか、用語っていうと誤解がありますけれども、いわゆるその分野においてはいろいろなタスクっていうのは、例えば処理の処理過程ですかね、いろいろな処理で、その分野でならば使えるオントロジーで、タスクオントロジーっていうのは異なる分野でも同じタスクに使えるオントロジーって、例えば何かの診断とか、あるいは学習支援、例えば教科が違っても、同じ学習支援ができるとか、そういったものに使える、のが、タスクオントロジーで、上位オントロジーっていうのは、さまざまな抽象的なもの概念体系を扱うオントロジーって、で例えば常識とかいわれるものですね、いわゆるいろんな万人に共通して何かしら持っている概念っていうものを扱う、非常に抽象的なものを扱うオントロジーということになっています。でオントロジーの記述なんですけども、オントロジーっていうのは単なるその、語彙集合だとか辞書だとか、あるいは何か階層上のもの、概念階層っていうものではなくて、例えば何か乗り物っていうものがあって、何かそこに何か集合みたいに、何か陸上車とか船とか飛行機とか、
そういうのがあるのは、まあ、単なる概念構造というか、まあ、概念階層というかそういったものですけども、オントロジーっていうのはそれだけじゃなくて、例えばそれがどういう機能を持っているのかとか、どういう、大きさ、いわゆる属性というものを持っているのかとか、あとはどういう構成要素で成り立っているのかとか、そういったものが、しっかり明示されて、まあ概念体系を作る、まあ、それがまあオントロジーというものです。でオントロジーもその記述どの程度そのいわゆる細かく書いてあるかっていうので、まあいわゆるレベル分けされています。でレベル1は、本当にその、概念の切り出しと、まあ、概念関係の記述、いわゆるなんか概念のラベルっていうものと、あとそれが階層構造だけが存在している、いわゆるなんか、まあ、さっきの A じゃないですけど、まあ、A にプラスアルファされたぐらいのものが、まあ、レベル1で、レベル2は、各概念の意味定義や関係の記述が加えられたもので、まあ、その性質に関してコンピューターが答えられるものとありまして、まあ、いわゆる、まあ、コンピューターが、まあ、何かしらいわゆる理解できる程度には、なっている、まあ、理解できる程度っていうのもなかなかあれですけども、まあ、しっかりその関係の記述ですね、いわゆるその単なる関係じゃなくて、それがまあどういう関係なのかとか、そういうものがしっかり明示的に書かれていた、書かれるものがレベル2になっています。でレベル3はまあ単にオントロジーとして記述されただけじゃなくて、問題解決システムの振る舞いや質問応答ができる、まあ質問応答とかは、まあ厳密に言えば推論エンジンとかの分野になって、ところになってきますけれども、まあそういったものにしっかり対応して、質問応答ができるようにしっかりオントロジーが構成されているかどうかっていうこ、ものがレベル3で、たまにこのレベル1とかいうものを、ライト、オントロジーとかレベル3ぐらいのものをヘビーオントロジーとか、まあそういったまあ呼び方もまあします。でオントロジーの構成要素なんですけど、まあ、クラス、インスタンス、意味リンク、個数制約、ロード概念であって、まあ、今日はこれら構成要素について一つ一つ個別に説明はしないんですけれども、例えばこれ簡単なあのオントロジーの例なんですけれども、この紫色のやつがいわゆるクラスですね、まあまあ、簡単に言えば概念に名前付けしたようなものがクラスとなっています。でそのそれに具体的な個物が、まあ、いわゆるインスタンスに当たります。で意味リンクっていうのはこのあのあれですね、エッジというか、例えば、このサブクラスオブは、上位関係、上位下位関係を表していて、乗り物が上位で二輪車が下位であるとか、アトリビュートオブが、属性リンクとか呼ばれているもので、まあ、重さを表示していたりとか、パートオブが、全体と部分を、表示しているリンクであったりとか、あこの2があれですね、個数制約になりますね。あとそれ以外にあのリレーションってことで、まあ、それがどういう関係なのかっていうのも記述されています。であとロード概念っていうのがあって、これが例えば車輪で言うと前輪ロード、っていうロード概念が、ついて、これで前輪っていうロードホルダーっていうものがなっています。でこのロード概念っていうのは何なのかっていうと、まあ、ロード概念の、特徴としてコンテキスト依存性っていうのがあって、コンテキストっていうのは、まあ、他者っていうことで、例えばこの前輪っていうのはコーディングがあって初めて前輪たるものですね。他にも例えば教師っていうものは生徒があって教師たるもので、例えば車輪っていうのに前輪っていう、いやある意味ロール役割っていうものを与えてやって、でそれ初めてそのこっち書いてないですけどコーディングと前後関係っていうものを持って初めてこれ全体が前輪としてロードホルダーというものを構成する、まあ、そういうのがロード概念、まあ、このようなものを主としてはオントロジーというものは構成されています。で次、言語的オントロジーについてここでは説明したいと思います。意味を含んだ自然言語処理を行おうとすると、結局意味情報を収集整理した語彙資源が必要となってきて、で言語オントロジーというものは言語表現が支持する概念や意味関係というものを整理した資源となっています。
でその言語的オントロジーには、語彙概念関係っていうものを扱う上で、先ほどの、意味リンクとはまた別に、例えば外因関係、まあ、外因はまあ普通に A ならば B みたいなやつとか、あるいは下位には因果関係っていうものがあったりとか、あるいは様態関係、例えば、スキップする歩くの特殊な、様態ということで、まあ、そういった、関係があります。で語彙資源の例としまして、代表的なものでワードネットタイプっていうのが、まあ、一番結構有名なんですけれども、まあ、これは、単語の意味と他の単語との関係っていうもの、いわゆる、まあ、グラフみたいな構造で表現されている、ものです。で、まあ、でもワードネットっていうものはそもそもそのオントロジーとして構築しようって思って作られたものじゃなくて、実際その、推論だとかあるいはオントロジーとして使うってなった時にワードネット自体はそのあまり優秀ではまあ優れて向いてはないので、上位オントロジーとスモットの対応やオントワードネットってものが構築されたりしています。で語彙概念構造タイプの語彙資源というもので、これは単語の意味を意味概念の組み合わせで表現しようっていうものです。でまあ、これはまあ意味的な類似性や外因関係というものが自然に表現できる、いわゆるワードネットと比べてまあその辺が自然に表現できているというものになっています。で生成語彙論タイプの語彙資源というのがありまして、これはコアとの意味か文脈に応じた多様な意味の生成を表現ということで、要するにこれは文脈によってそのいわゆる意味合いが変わるっていうのがいわゆるあって、例えば本っていうものは本を読むっていう、まあ、いわゆる読まれるべき対象として扱われることもあれば、本を書くっていう書かれるべき対象として扱われることもあります。まあ、そういったものをクオリア構造っていう、まあ、意味を多次元、まあ、多次元っていうのは、まあ、極端に言い方すると複数の意味を、まあ、これは表現しているわけになります。で最後、まあ、フレームネットタイプの語彙資源ということで、これはフィルモアの、フレーム意味論に基づいたフレーム構造によって表現されています。でそれはいわゆる、まあ、フレーム意味論って、まあ、核文法なわけですけども、まあ、単に核文法をで表現しただけではなくて、関係ですね、これがまあ、結構、いろいろな種類とかグループっていうもので、分類されてるんですけど、その関係っていうものを、中心的にネットワークとして構造して、それはその単に言語知識ではなくて世界知識、いわゆる、なんていうんですかね、例えばいわゆる違う文の、単語が使われてもそれがほぼ同じ意味であるかとか、そういったこともしっかり認識できるような、まあ、世界知識というものを、まあ、表現することができています。で次推論について軽く説明します。オントロジーはその目的、いわゆる他の、再利用とかしても、まあ、使えるようにっていう目的から、まあまあ、できればできるだけ多くの種類の、推論エンジンに対応できるように、まあ、いろんな推論ができることができるように、記述ってことが求めされることが求められているんですが、まあ、現実的にはそれだと、いわゆる推論の精度が落ちたりとか、まあ、サイン複雑性が増したりするので、まあ、いくつかの推論に限定して効率の良い推論を実現する。で推論のね、まあ、これ本当に例なんで、これにもたくさんあるんですけども、まあ、記述からの帰結、まあ、何が言えるのかってことを推論とか、あるいは場合によっては、近似的な推論を持つ必要があったりだとか、あるいは2つの記述の同一性の 判定や、あるいは類似度の計算、まあ、記述だけじゃなくて文章とかの同一性の、判定とか、そういったものがあります。で推論の手法、まあ、これも本当に一例なんですけども、まあ結構メジャーなのが記述論理による推論で OWL、 これは言語で Web Ontology Language っていって、これはセマンティックウェブっていうウェブの
で結構使われるものが OWL という言語なんですけども、これは記述論理っていうものに変換できて、方眼関係や、外因関係ですね、それを、推論するのに、OWL っていうのが使われています。であとベイシアネットワークの変換による確率推論ってことで、因果関係の強い、イベントオントロジーやタスクオントロジーですね、いわゆる処理に重きを、置いてオントロジーとかでは、因果関係がある場合はそういうベイシアネットワークに変換することで確率的な推論ってものを行うことができます。であと最近の研究だと依存型意味論っていって、まだ自動推論には、私の調べた限りでは至ってないらしいんですけれども、こういうのも、研究も、行われてたりします。で、次、最後構築と学習ってことで、オントロジーってじゃあ結局どうやって構築するのって話なんですけど、一つは人でがあります。で次に、構造情報資源っていうものを利用したオントロジー学習、反構造情報資源を利用したオントロジー学習、フリーテキストを利用したオントロジー学習っていうものがあって、このオントロジー学習とは何ぞやっていう話ですけど、これは半自動的にオントロジーを構築する、いわゆる人でじゃなくて、自動的にオントロジーが、構築できたらいいよねっていうのが、3つになっていて、それは要するに、自動的に構築する際は、何かしら利用して、行うんですけど、それが、このような3つの、ものから、利用するものに、大きく分けて対別されます。で人手によるオントロジーの構築の手順なんですけども、以下7ステップによって作られます。でまずは、スコープの決定、いわゆるどういう利用目的をとして、どういう利用誰が利用者して、誰が保守運用して、で結局、モラルすべき、範囲はどこまでなのかっていうものを、決定する必要があります。で再利用の検定で、これは利用可能なオントロジーがあれば、それを基礎として、いわゆる一から自分で考えて作るんじゃなくて、他に前例があるならば、それを元にしてそれの欠点を補うなし、そのスコープの目的に応じて、開発するってことが求められます。で用語の列挙、その分野において重要な用語列挙しリストを作成する。これ重要な用語ってあるんですけれども、スコープによるんですけれども、できる限り多くの用語を、ここで列挙してリストを作成するということが求められます。で次、クラスの定義、クラスを定義して階層関係、要は上位階関係というものをサブクラスオブ関係で定義して、します。で次、プロパティの定義なんですけど、このプロパティというのはオントロジーだと結構いろいろな意味合いがあるんですけども、ここで、かなり広い意味のプロパティを言っていて、簡単に言うとサブクラスオブ以外の関係意味リンクですねってものを、ここでは、定義します。そうですね、全体部の関係というのはあれですね、パートオブ関係のことですけども、このように関係意味リンクを、定義します。で最後に制約ですね、個数制約とか、あるいは重さ のあれでしたら、例えば正の値を取ったとか、そういったように、数ですね、数を中心として、個数制約とか制約を、定義します。で最後に、インスタンスを、作成します。で最後、オントロジー学習の概要ということで、例えば構造情報資源を利用したオントロジーでは、例えば、既存のオントロジーを複数合わせたオントロジーを、作りたいということがあったときに、オントロジー写像というものによって生成するという、手法があります。で反構造情報資源利用したオントロジー学習で、ここでは手法は特に述べませんけれども、前例としてはウィキペディアとか、フォルクソノミーだけ、などの、利用でがあります。例えばこれにも、いろいろな問題点は、例えばウィキペディアだとすごい上位概念、例えばウィキペディアって構造書9だったかな、9の上位があのカテゴリー分野しかないんだけど、それって上位概念が少ないんじゃないのとかいう話もあったりして、これもいろいろな問題はあります。でフリーテキストを利用したオントロジーっていうのは、これも盛んに行われているんですけども、結局その高精度で大規模なオントロジーが構築できているのかというと、それはなかなか困難で、結構多くの人は反構造
情報資源オーディオ小統治学習っていうのもまあ中心的に、まあくまで多いって話ですけど、他もやられてますけども、まあが盛んに音飛び学習としては、研究されています。で最後オントロシーの、まあ、注意点とか限界なんですけども、まあ、自動で構築する上で不要な用語関係っていうものが含まれていて、正答率と再現率はトレードオフの関係であるので厳密する必要があるっていうのは、まあ、再現率っていうのは、まあ、簡単に言うと網羅性ですね。どこまで網羅してるのか。でもそうやって網羅すると、要するに余計な単語が関係っていうのが含まれているので、結局正答率っていうのが減少します。でも一般には、まず構築するときは再現率を優先する、いわゆる網羅します。これは、はいですね、消去するのは簡単だけど、後から追加するのが面倒だっていう話で、再現率を基本的に優先して構築します。ただそのスコープの目的、例えば医療関係のオントロジーとかだと、いわゆる間違えることが許されないってことがあります。そういった場合だと、結局正答率を優先して、作るということがあります。で次、入力する参照リソースに依存するので、専門家の指導による概念の関係や追加修正が必要になっていることで、まあ、これはさっきのウィキペディアの話じゃないですけども、結局その何から作られるのか、リソースによってだいぶそのオントロジーの、性質っていうのが決まってきます。で特に、例えばさっきの医療ではないですけれども、間違えることが許されないこと、こととかであればあるほど、専門家によるしっかりオントロジーが、しっかり構築されているのかどうかのかというチェックおよび、概念のや関係の追加修正というものは、重要になってきます。で最後、コーディの定義が難しく、ヘビーウェイトオントロジーの構築が困難である。でこれはまあコーディっていうのは、まあ簡単に言うと推論のルールっていうか、推論ロードとかも言われたりしますけども、まあそういったものをの定義が難しくて、結局その推論に至るまで、いわゆるレベル3のオントロジーの構築っていうのがなかなか困難であります。まあそういった意味でオントロジー学習って今、現在ではまあ正答率が低くて、で大規模で、ただしレベルは1とか2とか、そういった、ライトウェイトオントロジーってものが構築されているっていうのが、まあそういったオントロジー学習が多いです。で以上でオントロジーの概要は終わりにしたいと思います。ありがとうございます。